2000年9月11日から12日にかけて記録的な大雨が降った東海豪雨では、およそ7万棟が浸水し、10人が命を落とすなど甚大な被害に見舞われました。豪雨から23年、今朝は空に虹がかかる中、堤防が決壊した西区新川近くの公園で被災した住民らおよそ30人が集まり、犠牲者の冥福を祈りました。この集会は豪雨の教訓を語り継ぐ目的で毎年行われていて、主催した男性は命を守る大切さを伝え続けていかなくてはいけないと話していました。